最近街でガールズバーっていう看板をよく見るんですが、あれはどういうお店なんですか？あれはショットバーとキャバクラの中間的なお店ですね。接待行為をしないから風俗営業の許可がいらないとか、深夜0時から日の出までの間も営業できるとかいうあれですね。先生、やけに詳しいんですけど。台本ですよ、台本。まあいいとして、これもある意味隙間産業ですよね。何を言ってるんですか、人さん。これは隙間産業ではなく谷間産業ですよ。谷間産業。そう、必要以上に薄着で胸のラインを強調し、場合によっては胸の谷間を見せつけ男性からお金を出させる谷間産業です。はあ。谷間産業は夜の街だけでなく二次元にも蔓延しています。膨らみが2つあるマウスパッドとか、胸がやたらと揺れるデッドかアライブな格闘ゲームとか、フィギュアの胸の部分がキャストオフするとか、これらは全て谷間産業です。で、谷間産業はけしからんと。いいえ、私たちにはそれを言う資格はありません。なぜですか？なぜなら、アニメさよなら絶望先生はシャフト的に日だまりスケッチと化け物あたりの谷間作業だったからです。うまいこと言ったつもりか！まあ谷間産業とはうまいこと言いましたね。ねえ、本当にこの産業に一体年間いくらぐらいのね金が動いてるんですかね。びっくりするぐらい動いてるでしょう。なんかぼんやりした顔してますな。そっかと思って。いやだってほら、マウスパッドとかってめっちゃ売れるんでしょ。あでもそうだそうだらしいですね。すごいってびっくりするぜ。急にだって例えばなんだろう、劇場公開作品とかでそういうマウスパッドとか出したりとかすると、まあもともと数もそんなに多く作れないっていうのもあるらしいんだけど、だいたいそれからなくなるもんね。へえ。わあこんなの出てんすねなんつって言って、これないんですかって言うと、もうないです。へえ。公開初日の舞台挨拶で来てるのにもうおっぱいマウスパッドないってどういうこと。へえ。っていうこともありました。すごーい。まあでも実際使いやすいらしいけどね。マウスパッドって待ってください、もともと何マウスでその作業、パソコンでマウスをこう作業するときに下に敷くやつ、まあ、敷くものだけれども、ちょうどそのなんだろう、手首のところとかにクッション性がある部分があって、まあそこだとこうやってやって使ってると、まああんまり疲れない、楽だよみたいなことらしいんだけれども、そこにこう目をつけたね。なるほどね。はい、谷間産業の方々が、はいはいはい、プニッとしちゃったらいいんじゃないかってこと。したらおっぱいなんじゃねえ。ああ、お尻のやつとかもあるでしょ。だってへえ。だって普通にアイドルの人のやつとかもあるもんね。お尻を売りにしている人とか、そのまあ胸の谷間を売りにしている人たちの、まあその普通に実写のやつで、へえ、すげえ。きっとね、二次元だけじゃなく三次元の方々もそういうのの商売。すごいですね。人役買ってるわけですよ。考えよう、考えますさ、すごいですね。なんか考えたいですね。何、谷間産業の何かを何だろう、売れる何かを。佐野助の谷間産業っていうか、いやいやいや、もともと谷間がな、まあな、俺ら初骨だからな、あんま谷間とかねえんだよ。そうなんだね、ちょっとなんかおじいちゃんみたいな。そう、なんかふったりしてきちゃったかもしれない。そうだね、なんか先週元気なかったもんね。もっとね、俺はいつも元気いっぱいだぜ。よかったよかった。ね、はい。絶望ネーム、すみっこアロマテラピーさん、女性の方からいただきました。寝言で油性はやめてください、せめて水性に、と言っていたらしいのですが、どうポジティブに解釈したらいいのでしょうか。もう、え、普通に考えたら普通に考えたで想像つきますし、はい、ここでは言えないもうドスケベな内容のお話か、2つしか思い浮かびませんでした。今何、まあ何でもないんですけど、はい、僕の脳内を覗かないでください。あ、すいません。僕が脳内でどんなことを考えていようと自由じゃないですか。じゃあチラ見せしないでください。ああ、すいませんでした。じゃあ謝りますけど。絶望ネーム、田辺勘太郎さんからいただいております。はい。友人の家のトイレにおっぱいマウスパッドが置いてありました。神谷さん、ポジティブに解釈してください。お、謎指導お願いします。ポジティブに、はい、だからもうここでは言えない、エロいことです、多分正解だろうと思われることしか言えねえよ。ポジティブに、ああ
だってそういうコーナーなんですもん。ポジティブに、はい、そのおっぱいマウスパッドがなぜ置いてあったのか、うん、そうですね、まあ大体自宅に置いてある設置してあるトイレっていうのは洋式なわけじゃないですか、うん、まあ当然その男性はショーを、するときは蓋を上げて便座を上げて、まあ用を出すわけですよ。まあで台をするときは、まあ、便座を下げて座るわけじゃないですか、うん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 、まあところがですよ、これはですね、女性にはわからないと思うんですけれども、男性はあそこで立ってこうショーをするにあたってですね、こう飛び散ってしまったりとかしてですね、非常にそのトイレを汚す原因になってるわけですよ。はい、これはですね、多分女性の方は全く理解できないと思うので、なんで男の人ってこんなに汚すのかしらっていうふうに思ってらっしゃる、なんだろうな、奥様方大勢いると思うんですね、うんうんうん、ところがですよ、このトイレにマウスパッド、おっぱいマウスパッドを置くことによってですね、男性諸君はですね、トイレに長居したくなるわけですよ。トイレに長居したくなるわけです。長居するためにはどうしますか？そうです。便座を下ろして座ることですね。座ることですね。そして座って用を足すことによって、尿が飛び散らない。尿が飛び散らない。これはですね、非常にですね、女性にありがたがられるわけですね。ありがたがられるわけですね。紳士的な行為です、つまり。だから、友人の家で、まあ多分ご家族で住まわれてるのがなんか知りませんけれども、まあお母さんだかお姉ちゃんだか気を引かして、まあその、カンタロウくんがね、もう本当にカンタロウはもうなんでこんなに汚すのみたいなところからおっぱいマウスパッドを置かれて、え、あ、そっか、カンタロウの友達がカンタロウの友達はなんでこんなに汚すのかしらみたいなことで、まあマウスパッドをこう置いといたら、わーって言ってずーっとこういう風にやってるから座らなきゃいけないでしょ。ひどい、はい、わー柔らかい、神さんその手つきひどいです。はい、で座って用を足すようになって、はい、田辺勘太郎の友人の家のトイレは汚れなくなったとさ、とさ、おしまい、おしまい、はい、次絶望ネーム女子高生っていいですよね。俺頑張ったろ今絶望ネーム猛反発枕&サバ醤油&神谷のスキー粒子、その他たくさんの皆さんから来たぜ、はい、KDDI 研究所情報通信研究機構が有害サイトを自動検出する技術が開発したそうです、うん、サイトの色使いや広告の数などを分析し、短時間で有害サイトを判断検出できるとのこと。ちなみに猥褻出会い系サイトの色使いとは、ピンクや黒などの色を使っているなどの場合が多いとか、新谷さん関係のサイトは猥褻で有害だと判断されてしまうんでしょうか。来年度以降にこの技術は実用化を検討されているので、なんだよ実用化、実用化だろ何言ってんだよ、何が間違ってんのかよ。間違ってないです、ナイス、大丈夫。実用化を検討されているので、ね、はいはい、今から半年ほどで新谷さんは R して声優になりそうです。ならないそうです。何それ、いやダメじゃん。なんか作ったらしいぜ、KDDI 研究所情報通信研究機構がよ、ね、有害サイトを自動検出する技術を開発したんだそうだ。書いてある単語とかにすればいいのにね。含まれてる、あ、それも含まれてんだってよ。マジかよ、すげえな、おい。リンク先ね。リンク先であれだ、なんか。大丈夫、そしたら私絶対大丈夫ですよ。だってリンク先とかそんなのないし。もうそんな卑猥な単語使ってないし。そんなっていうのがちょっと引っかかるな。意外たまには使ってんだ。全然使ってないし。たまには使ってんだろ、涼子よ。例えば何だとそう判断されるの？たまにはどんなの使ってんだよ、おい。どんなの使うとやばいの？え？どんなの使うとやべえんだろうな。BL は怪しいかも、大丈夫、使ってない。まあでもピンクや黒などの色を使ってる時点でやべえんじゃねえの？それはすげえ使ってる、どうしよう。どうしよう、 100% ピンクか黒だけど。100%。どうしよう、あと写真、私の。まあそしたら、R 指定声優はもう否めないな。18禁声優だ。なんかそれいろんな意味があるそれいろんな意味があるよ、佐之助。18歳未満の方は、ご視聴できない声優になっちゃう。やめてやめて、ダメダメダメ、全年齢対応だよ私。うん、でもサイトは18歳未満。大丈夫、そしたらピンクの色合いを増やせばいいんじゃない。黄色の色合いを増やせばいいんじゃない。え、な、やだ、俺絶対やだ。てか痩せた、佐之助キャラ、なんかちょっとなんかすごいちっちゃいんだけど、ちょっと痩せてきちゃって肩幅ちっちゃい下半身太りかな。ちょっとバランス整え、
バランス整えるな。あ、ちょっと戻、いや、え、ちょっと、え、うん、これでどうだ、これでいつもの俺だろ。戻った。あ、ちょっとこれを反対側にこうすると、ちょっと戻ったかな。これ裏返しになってるね。よし、これで表面だったろ、このネックレスも。ああ、そのまんま、よかったよかった。おい、いいじゃねえ。あ、びっくりした今、やたらちっちゃかった。まあでもな、リョウ、気をつけてくれよな。まあ主に黄色を増やすといいと思うぜ。やだ。はい、絶望ネーム、思考回路は良子寸前、女性の方からいただきましたショートコント。キモい美容師と普通の良子のショートショートを絞れたエベレスト。私、私いつかエベレストを登山するのが夢なんですよね。マジで、あの僕もね、あいつかあの涼子ちゃんのエベレスト級の おっぱいに登山する。はい、ずんずんちゃちゃずんずんちゃちゃずんずんちゃ、あれも何がしたいの。これダメですね、成立しないですね。ピロシちょっとテンポ感が分かんなくなっちゃってね、これダメですね。まあ、既存のね、喋るところはちょっと合わせるのはかなり難しいですよね。これかなり上級者用ですね。